タロ散歩チャンネル。早速息が切れてきました。年には勝てない。で次に乗る電車がですね、ちょっと影になってますけど、11時30分の快速エアポート115号、石狩系じゃないよ、小樽行きってこれに乗りますね。まあ、今すごいですね。24分で3本出てますからね。まあ、ということで、ちゃっかり U シートに座っちゃったりなんとかしちゃいました。そう、ちゃんとね、券も買ってますからね。空港から小樽まで530円ということで、 TK ライナーさんもね、券持ってますよ ね、ありますよね。ということでね、そう、早速お昼にしようかなと思いまして、今ですね、空港でこちらのお弁当買ったんですよ。石狩鍋食べたいですね、この中で暑いですけども。まあ、石狩寿司ということで、結構これ昔からあるこう空港名物のようで、こうパッケージ見ていただければ分かるんですけれども、鮭とそれからカニが中に入ってるみたいで、鮭とカニが入ってるバージョンと、イクラと鮭が入ってるバージョンと、全部入ってるバージョンと、まあ、それがあって、それぞれでなんか、まあ、ちょっとこうサイズとか値段も違ったりとか、それからあとミニサイズのやつもあったから、何百円か安いやつのもあったんですけども、今回はね、ベタに鮭とカニで合計1000円のバージョンのものを買わせていただいたという感じです。まあ、それとね、やっぱりね、北海道民としてやっぱりこうね、初音ミクさんを応援しないわけにはいきませんので、ね、また証拠にもなくリボンナポリン買ってしまいましたというか、ね、これまだ売ってたんですね。なんか街のお店とか行っても全然普通のナポリンしか売ってなかったんですけれども、さっきちょっとお店行ってひょってみたらミクさんバージョンがあって、まあ、ついつい買ってしまいました。こちらが160円。これよくよく考えたら駅弁じゃなくて空弁なので、なのかどうかわかんないんですけど、開け方がね、いまいちわかんないんで、じゃあ、まあ私がね、こうね、苦しみながら開けるシーンを聞いて皆さんにお送りしますので、ブチッと、私のですね、昔からこう、ね、封筒を開けたりとか、なんか物を開けたりするのすごい汚いんですよね、普通。だからあんまりね、人にお見せできるかどうかってちょっと微妙なのかな、汚いでしょ、これもう途中からベロンって開いちゃいますからね。でも空港とかっていうか、空のあれだとやっぱりこういう風にね、衛生面とかもあるから、こうやってちゃんと密封とかしなくちゃいけないのかもしれないですけれども、でそう、 U シートなんですけどね、そう、壁側のところに分して案内されちゃったんで、ちょっとね、地味にね、あれなんですよ。テーブルがちっちゃいっていうか、それがちょっとたまにきっていう。ただね、これ TK ダイナーさんのご飯なんですけども、まあ置こうと思えば置けるかなという感じです。でそうそう、全然四隅がね、しかもこうなってこうなってこうなってるので、ここがちょっと微妙にね、こう出っ張ってるんですけど、こうなんか紐がね、引っかかるんですよ。紐じゃなくて、なんですか、このなんていうか、フィルムが引っかかるんですよね。あ、まだ、まだどうしようか、あ、やべ、まだ容器をぶっ壊しそうになってます。
ご飯食べるだのご飯を食べるだけの動画なのになんか容器をぶっ壊す動画になってますけどね、無事に開封することができたはずです。そして、ね、揚げたくのピザをちゃんとこちらの方の袋に入れてちょっと、そして開けてみるとこんな感じ。佐藤水産って札幌駅前にあるね、札幌駅前にもお店がありますけれども、佐藤水産、まあ、ここのやっぱりね、食品は高い金取ってるだけあって、まあまあちゃんと美味しいものをいただくことができるという感じです。 そして、ね、この割り箸とこちらの方に醤油がついています。でお汁もちゃんとついてます。でこれは普通にペロッと開けると鮭とカニを楽しむことができるという感じになるでしょうか。まもなく札幌、札幌です。この列車は函館線上です。快速エアホール115号小樽行きです。札幌を出ますと小樽、ヘイ、小樽市の裏木を先に終着小樽に失敗しませんでした。送迎においでのお客さん、なんかご飯に、ね、切れ込みが入ってるので、もしかしたらなんかお寿司のように食べることができるのかなっていう気もするんですけれども、まあ、お寿司のように、ね、綺麗に持つことができないという欠点もあるので、まあ、そういうもんじゃないんだろうなっていう気はします。多分なんか一口サイズに切ってこういうふうにお箸で持って食べるのにちょうどいいような、そんな感じを考えて設計されてるのかな。お味はどうですか TK さん。お味は、はい、非常にご飯にも味がついていて、ネタも意外と弁当の割には新鮮なんで、あんまりなんかしょっぱさがない。そうですね、あれは駅弁特有なので、これそば弁だから、気圧とかそういう関係で、はい、そういうのもあるのかもしれないですけど、とてもでも、地上で食べる分にも美味しいと思います。美味しいよね、はい、そうね、空でも陸でも海でも美味しくいただけるんじゃないかなと。そういう風に、ね、やってるとね、私がねまだね1個しか食べてないんで、残り 1,2,3,4,11 個食べなくちゃいけないので、ちょっと急ぎますから。すれ違ったシーンとかもなんか撮っとくと、ワッと使えるかも。一番奥の、埋もれてる線路が旧手宮線じゃないですか。あ、取っ払われてるけど、この橋、この橋はね、そう、明治時代の橋ね。いやー、ユーシュートできちゃいましたね。小樽駅5番乗り場の列車は13時ちょうど。いや、いつ見てもこの昭和初期のこの骨組みが何とも言えませんけれども、
今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ツイッター、インスタグラム、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。